コンディションです。フットボールフリークの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。さあ、キックオフです。画面に向かって左から右へ攻めるのがポルトガル、反対に右から左へ攻めるのがイタリア。合わせた。出た。ビレラピンク、これはゴールキック。外してしまった。これは決めなくてはいけませんね。よく前を見ている。カット。ヘルマン・コール、アルベルテーニ、フィオール、体を入れてきます。ペスッと、センタリング、ビリオ・インザーキ、ポスト、郵便です。抜かれた。中へ上げた。ジャンプ、アルベルテーニ、オフサイド、スペースを見つけた。ルイコスミ、シュート、これは決めて欲しかった。危ない。折り返す。ハイボールを競り合う。出た。トッチ、おっと、入った。インターセプトを狙う。ビレラ・ピンク、ここで笛です。前半終了。後半戦開始の笛です。布のゴンツア、キラーパスになるのか。フィーゴール、スーパービスカル。後半10分が経過しました。フィート、アンナバー、トッチ、ルイコスミ、主審ファールを取りました。長谷川さん、ヘッドで、ヘルマン・コール、スペースを使う。
シュート。リザーブの選手が体を動かしています。スローインです。選手交代がありました。セリオ・コンネイト、ペスット、コーナーです。ネットで合わせた。ボールの足に嫌われた。トッチ、セリオ・インサート。後半30分経過。ドリブルで上がるトッチ、中へ放り込む。ペスッと、フェルマン・コール。ふわっと上げる。放り込んできた。過ぎたようです。ザンブロッコ、スローイン。試合終了です。ポルトガル粘り勝ちです。それでは長谷川さん。